ね、足から足をね、レバーをしてくれますね。そしてすごい。この見てみるからさ、ね、いい男、いい女、いい料理がね、いい香りがするんですよ。瞬パカ、勝手につけた名前が瞬パカ、ね、はい、これでグッドな状態です。はい、では行きましょう。イビチオムライスワインズスペシャル瞬パカですね。行きましょう。はい、トントントンコロリンチョ、はい、オムレツシューを回すね。こっちで、こっちで手を入れてください。イビチオムライスね、見せ場が3箇所あります。これまた後でラップしておいてくださいね。はい、1つ目の見せ場ね、最初とっかかりです。ファイヤーからスタートしたいと思います。ではカウントダウンいきましょう。カットダウンね、5 4 3 2 1、ファイヤファイヤー。今度はもうちょっと楽にしますね。はい、ではこの後、玉ねぎ、オニオン入れていきます。はい、チキンに火が通ってるからね、確認しながらしっかりと炒めていきますけども、このガス台はね、非常に火力が強いですね。はい、全開でスピードで炒めていきます。はい、非常にたくさんの具が入っているのもチキンチオムライスの特徴ですね。はい、じゃあこのところね、キノコ系、はしめじ、はい、青いお野菜は枝豆を使っておりますね。マッシュルームピーマンは使ってませんね。ちょっとオリジナリティ、はい、ここは混ぜ混ぜです。このフライパンで、切り身の入り4人前、はい、5人前、6人前、7人前、8人前、混ぜますね。はい、そしてご飯粉を入れます。温かいご飯を入れます。1人前 150g ですね、何グラムになるんでしょうかね。おいしい。混ぜますね。温かいご飯なのでね、速やかに、ね、米がほぐれてくる。長くご飯を入れたらこれ温まんのに相当、このカルビも相当かかりますよ。5分ぐらいかかるんじゃないですか。では、はい、この後塩コショウ、薪を使って釜茹で、結晶がこなして、8人分、1人前、2人前、3人前、4人前、5人これは塩、これはコショウ、ね、コショウ、ね、しょうもない逆ですね。はい、しっかりと慣れていきますね。だいぶ僕も早くなってきますね。相当早い。余談はいいですね。これでちょうどね、いい、フライパン温度上がってくれました。はい、ではこの後、ケチャップを使わないたいですね。デミグラスソースで味を、決めていきます。要望がない限りチキンライスね、デミグラスソースのチキンライス。はい、ではここから、チキンライスのクライマックスですね。
はい、ではこれを混ぜてるだけですよ。これで十分できるんですが、これじゃ面白くない。さあ、ちゃんと振っていきましょうね。よいしょ、ね、横向け大きくいきましょうね。よいしょ、まだですよ。これで、チキンライス美味しく、これから一粒一粒にソースが絡んでくればね。喋らなかったらしんどくないんですが、食べるとしんどくない。これで OK です。すごいすごいすごい。今説明しておきますけれども、チキンライスの、ね、上にオムレツを作って、そしてのっ、はい、いらっしゃいませ、少々お待ちください。乗せてカッティング、ね、もう一つの方は乗せません。オムレツを飛ばします。フライングスペシャルというね、2つの作り方で、作っていきたいと思いますね。皆さん2つずつなんで、はい、非常に説明がしやすいですね。はい、よいしょ、ね、はい、では今からオムレツを作っていきますね。言ってたようにこちらの方はカッティング、こちらの方は飛ばします。フライングね、カッティングスタイル、フライングスペシャルスタイルね。さあ、今日最初のオムレツ作りになりますよ。高いマジです、僕もね。はい、では行きましょう。やっぱりね、女も愛嬌ですけどね、男も愛嬌ですよ。男の笑顔はね、なかなか、素晴らしいものがあると思います、ね、女性の相手はね、本当にこれとのようにありますね。何やってるんですかね。男と女の上、適当な本能がね、いいもしかしたらなかなか難しい、手強い、いい女ほど手強い、ね、何を言ってるんでしょうかね。女性の話に戻りましょうか。目の細かい、スクランブル状態にしてまいりまして、あとは周りに素早くこそぎ落として、これまた素早くね、トントントンコロリントントントンロリーちゃんね、それになってたらね、卵をついてくるからね、動物しながらね、優しくやらしくいくよ。今日はね、勉強してくださいね。よろしく、毎回勉強してますよね。はい、ではお願いしますね。はい、ではコロコロね、元の位置です。ひっついてなかったり、が悪いんですが、なんとかね、余熱でこのまま持っていきましょうね。ここです。これね、これパクッと乗って OK ですね。開くと具合悪いんですね。まだなんですよ。ではちょっと時間を置きますね。余熱でひっつけ、ね、この麺を出す。はい、では今からカットしますね。よく切れる包丁で、熱のままですね。端から端でね、入れ歯をしてくれますね。そして、いい男、いい女、いい料理はね、いい香りがするんですよ。女性にしか言わなかった男性は久しぶりですね。はい、ではこちらのフライングスペシャルでいきます。はい、角度はこっち向けますね。はい、はい、ではトントントン、ロリンちゃんフライングスペシャル、アムレツ中央なのでね、すごいすごいすごい、最初の一口から最後の一粒まで美味しさは加速します。キチキチオムライスフライングスペシャル、シュンパカー。ありがとうございます。はい、どうぞ、食べてくださいね。はい、では行きましょうね。大変なのを食べてきましょう、ずっと僕の背中ばっかりしてきて、ありがとうございます、ね、はい、ではオムレツの形にしてきて、皿もすごい。いただきます。非常にいい笑顔があったので、ね、僕は調子に起こりましたけどね、気分よく作ることができて、ね、ありがとうございます。
すごい、すごい、すごい楽しかったです。すごい楽しかったです。なかなかこれは400食だったんですね。で、深夜の番組でもって回って食べて、有吉ともう一人コンビニと見た、やば、忘れた。3年間と外国の方が、ね、90% ですね、年間1万2千人から1万5千人、日本のお客さんが1割、まあ、コロナの影響で、とても大変な英語で2人とで終わり、ね、明日まで上がってやります、ね、オムライスが世界に行ってもらえるってわけですね。ただこの割り落とすタイプが関東では3個コンビニ、まあ、世界ではという世界でね、行けるだろうという感じで、その辺を狙ってます。皆さんお分かりにくいけど、インスタ見てみたいな。